乗せた豪華客船が大義名分を抱えて出航したんだ。愛と希望と溢れるくらいの夢とたくさんの笑顔を乗せて、間違いだらけで後悔だらけだ、世界の終わりが美しく見えた。転がって転がって平凡な毎日の終わりを望んでいたのか、吹っ飛ばして蹴っ飛ばして退屈な初回の予期なんてもう捨てちゃえよ。盛り上がってくれたらさぞかし楽しいだろう。なあ、 All you need is MEGANE。 くかメガネ、僕は相馬先輩と一緒にいるだけで盛り上がりまくりですよ。俺も俺もミツキと同じ、部長といると楽しい。あ、ここを接続間違えてる。へえ、南先輩よくわかりますね。まあ、お前ら俺の話聞けよ。あとタクマは起きろ。寝てるのバレた？たく、なんだこれ、ガムテ？メガネ部？な部あったっけ？つかうちの学校メガネのやつそんないなくね？だよな。ちっ、ノーメガネ族はこれだから。全然メガネの良さを理解してませんよね。
つうか薄々気づいてたんすけど、本当に俺らメガネ部って空気なんすね。誰にも注目されてないっていうか。ニコ！まあいい。偉大なる発明、崇高なる芸術は得てしてすぐには理解されないもんだ。それにしてもなんだ、やっぱり野外での精密機械作りは辛いものがあるな。しょうがないよ、今物質ないしね。部長の妄想爆発ってとこだけリアルっすもんね。あ、おお、完成したか、ユキハ。スケスケメガネ34号機、スケスケメガネ34号機がシュークリームパパの絶品カスタードクリームが。そっちかい。甘い。おおおい、スケスケメガネ34号機は一からやり直し。やばい。相馬先輩、お気持ちお察しします。泣いていいですよ、僕の胸で思いっきり泣いていいですよ。メガネをただの視力矯正アイテム、またモテアイテムとしてではなく、もっと広い視野とワールドワイドな視点から切り込み、メガネの素晴らしさ、可能性に限界まで挑戦している我がメガネ部だが、今の状況はなんだ。物質は奪われ、なあ、俺たちで爆破しましたよね。部員の気持ちはバラバラになり、いや、元からこんなんですよ。ハヤトはうざい。俺だけディスられた。それもこれも部品が少ない、いや、ほぼないからだ。なるほど、そうだったのか。その通りだと思います。さすが部長。お前たち、今一度誓い合おう。はい。我々メガネ部は何としても非生命体等身メガネ、スケスケメガネを作る。はい。部活動としての成果を見せれば必然的に部費もアップ間違いなしだ。はい。メガネ。そのシュークリームうまいね。でしょでしょ、スケスケ。つうわけで明日の午前中は視力検査だ。今なんつった白金。白金先生だろうが。視力検査だと。コンタクト使用者、メガネ使用者は普段使ってるもん必ず持参するように。めんどくせえ。ま、授業潰れるってだけでもラッキーだな。適当にやってすぐ終わらせようぜ。来たぞ、視力検査。いよいよだ。毎年視力検査では外部から医者が来ることになっている。ということは、このむっさ苦しい男子工業高校では決して見ることのないヴィーナス。女子のナースイコール綺麗なお姉さんも来るはずだよね。つまりスケスケメガネを試せます。視力検査 It's the paradise。 明日スケスケらなくていつスケスケるというのか。メガネ部の本気見せてやろうぜ。ああ、必ず明日までにスケスケメガネ34号機を完成させるぞ。ああ、ユキア、そことそこを完全接着。了解。タクマ、ネジ大量投下。はいはい。ミッキー、汗。はい。もう違う違う、ユキアの汗。なんで俺の服で拭くんだよ。服で拭く的な。ハヤト。はい。うざい。はい。うわ。
ぜだ。なぜ完成しない。部長。なんだ隼人。俺ずーっと黙ってましたが、実はユキヤ先輩の持ってる設計図が読めません。あ、僕も。だからずっとコテをいろんなところに移動させてたのか。参加してる風。バカだからか。僕たち偏差値マイナス10ですもんね。だったら気合だ、メガネ愛だ。俺たちには愛と情熱がある。そうですよ相馬先輩。時間もまだあります。寝なければ。徹夜は慣れてる。疲れたらシュークリームを食べればいいよ。スケスケメガネでナースのお姉さんの裸を見るぞ。あー We are メガネブー All you need is MEGANE。残りあと1時間。もう諦めましょうよ。これは無理だね。そうですね、いくらなんでも1時間じゃ作れませんよ。実際はもっと時間がない。俺たちも視力検査を受けるんだからな。諦めたらそこでスケスケメガネは終わりだ。2時間30分ある。視力検査が終了してナースのお姉さんが帰るまではな。勝負は視力検査が終わってナースが撤収するまで。それまでにスケスケメガネを完成させるぞ。ミッションを伝える。まず己の視力検査のターンが来たらできるだけ時間稼ぎをしろ。その間、視力検査に行っていない部員は屋上でスケスケメガネ製作を進める。視力検査終了次第すぐさま屋上へ移動、製作作業を開始。これを繰り返しスケスケメガネ34号機の完成を目指す。くそ、いつものメガネ部部室だったら体育館すぐ横だったのに。ここと体育館じゃ移動に時間がかかりすぎる。ミッションスタート。それはぬははかな。右 0.4 左 1.0 だね。それじゃあ次、メガネをかけた状態での検査をします。はーい。それはきここだと思います。君本当に見えてる？あは、メガネ。前は視力いくつだった？両目 2.0 です。お、君メガネだよね？はい、伊達メガネです。あれ？あ、メガネ。お前は本当バカだね。偽メガネが相馬先輩のお情けでメガネ部に仮入部できてるんだから、少しは役に立ちなよ。全然時間稼ぎできてなかったじゃんか。だってさ、ってあれ、え、これってまだ仮入部なの？決まってるでしょ。1年終了です。あ、今設計図の3番が終わったとこ。コテ使うなら入り口近くに置いてあるよ。お、相馬先輩かっこいい。で、ぽーっとしてないでやるぞ。俺たちの番まで時間がない。急げ、こっちの方が早い。さすがにあの運動神経は持ち合わせてないな。でも、
裸足の力見せてあげるよ。風の抵抗を少しでもなくしてみる。ミッションスタート。左右ともに 0.01。 じゃあ次はメガネをかけて。口で言っていいですよ。ああ、つったんだ。それは痛い。痛いね。メガネ、先に戻ってる。任せた。さらに風の抵抗を少しでもなくしてみる。おお。右 0.2、 左 0.4。 それじゃあ次メガネね。あ、そういえば先生知ってます？シュークリームってフランス語が語源だから、アメリカではシュークリームプリーズって言ってもシュークリームは食べられないんですよ。何の話？そもそもシュークリームはですね、メガネ、左右ともに 0.03。 あー、相馬くん、去年より悪くなってるね。はい。試しに見えるとこまで前出てきてみて。お安い御用です。ここまで来ないと見えない？いいえ、メガネ。おお、四輪すげー、半端ねー。相馬くん、右45だ。トップスピードで曲がってみせる。スケスケメガネ34号機は？相馬先輩。部長、ダメだったのか。あ、これは完成したんだね。やったぞ、やった、スケスケメガネ34号機、完成だ。白金先生、あの声。メガネ部のやつらだな。えらく騒いでますね。何かあったんでしょうか？どうせまたくだらんこったろ。ほっとけ、京介。いいんですか？いいんだよ。ガキどもはガキどもで楽しみや。なんかあったら責任は俺が取る。まあ、ものすごく、めんどくせえがな。まだ間に合う。行くぞ野郎ども。綺麗なナースのお姉さんの裸が待ってる。ああ、うわあ。コテだ。部長、今助けます。嫌な予感。これってまさか。爆発するな。あいつら。うわあ。ただいま。
おかえり、アキラくん。サンキュー、ヒカル。今日、学校でさ、視力検査があってさ、綺麗なナースのお姉さんが来るって言うから、今日こそ結局完成せず？まあな。でも、失敗は成功への架け橋だ。で、綺麗なナースのお姉さんは何系美人だったの？そういや、ナースのお姉さん見てないな。医者。何それ、全然ダメじゃん。全然ダメじゃねえんだって。いつか完成させてやるからな、スケスケメガネ。うん。とは一つの銀河、一しるべを失った顔の上で新たな世界の扉を開くエターナルパワー。その銀河を彩る星を一つご紹介しよう。メガネを支える屋台骨、その名はテンプル。ノーメガネ、ノーライフ。ハーフアンダーリムの明日の運勢、相馬先輩ほどじゃないけど素敵な人に出会えるよか。